STU ラボ。じゃあ皆さんお久しぶりです。お久しぶりです。5人揃いました。イエーイ。久しぶり。すごい家族みたい。あの風船とかあった日です。そうです。はい。あれ以来。今年はもう終わりですがどうでしたか。ラボ。ちょうどこの前話したもんね、5人で。ちょうどこの前の公演で、みんな最近どうですか、個人の企画みたいな話してからね、あるかなって話したら、はいって、ちょうど。ラボを引き続き頑張っていきましょうという感じで、来年も。よかった。やった、今日は忘年会的な感じで。ちょうど来週クリスマスですよね。はい。ちょっと間を縫って喋ってもらえた。スティーブラボ結構いろんな企画をやってるんですけど、今年今特に料理系が多かったかなと思ってるんですけど、そうですね、ラーメン、私はラーメン屋さんの中に入って厨房で作らせていただいて、ほもちゃんはね、私は本場の職人さんにお寿司の作り方を教えてもらって、寿司とか巻き寿司とかいろんなやり方を教えてもらいました。すごい、が皆さんに披露したいなって思って。そうですよね、なんでちょっと手料理をこう振る舞いたいみたいなお話が結構随所であったりしたので、今日はみんなで料理を作ってクリスマスコースみたいな。ちょうど調べてたんです、私クリスマスの料理何を作るかって。それちょっとチームになってもらってやろうかなと。はい、すごい。でもリネうまいからね。私うまいじゃん、マジでうまいのに。おいしいからちょっとリネ、うん、同じチームがいい。よいしょ。お弁当作ったり、お弁当作ったり、結構ご飯作ったりするのも。なんで今日は4人いるので1人をもてなす感じのルールにしようかなと。で、その人に審査員になってもらって、ちょっと決めようかな。なんで、3つのこうチームに分かれますね。1人、まあ、ちょっと今回サンタさんとさせていただきます。そのサンタさんをこうもてなすよみたいなことにしたいので、で、サンタさんとあと A チームと B チームに分かれてもらって、2人です。で、この後買い物に行って、予算5000円ずつ。結構、結構予算が。で、制限時間1時間以内で、買い物と調理で、そこ一応今度多分2つあると思うので、まああの順番に使いつつ、まあ、作るのが、まあ、せっかくクリスマスなので一応前菜、メインディッシュ、デザート、3つを5000円以内で、まあ頑張ればいけるんじゃないかなと思います。まあ、サンタさんにはどんな食べ物が食べたい気分かちょっと聞いたりして、みんなそれにちょっと合わせるのか逆をつくのかみたいな戦略を立ててもらったりしていきます。1個特別ルールでカードを引いてもらって、そこで出たカードの食材、出た食材ですね、カードに書いてある食材は何かに使っていただきたい。怖いやばい、いいやつだったらいいけど、どうする、タガメとかだったら。いやだよ。これあの我々が考えたものではなく、今いる5人のプロフィールの好きな食べ物。大丈夫かな、結構やばいかもしれない。パサパサのケーキとか書いてる。やだ、全然にやばい。あ、でも今めっちゃ減ってますよね。最新のやつは減ってるんですよ。今回はその5人いるんですけど、皆さんの名前を書いたカードを引く。なので、例えばシナノさんのカード出たチームは、シナノさんの書いてある好きな食べ物のうちの1つ選んで入れてくれればいいです。そうです。なんかあんまりにもこう、ひどいものになっちゃうとちょっと遊んでる感じになっちゃうのも良くないので、ちゃんと使えそうなものを一つ選んでいただきます。ちなみに皆さんの好きな食べ物一応言っておくと、はい、皆さん大体3つ書いてあるんですよ、はい、内海さんがポテト、マカロン、ソフトキャンディ。おー、大丈夫です。高尾さんがみかん、ネギ、麺類。リセさんが、海鮮、牛タン、いちご。うわー、いい、めっちゃいい。牛タン、いちご、牛タン。今村さん2つでした。八朔大福、さくらんぼ。
あいい、デザートで。確かに。信濃さんがこってりラーメン、塩タン、キャラメル味のお菓子。うわ、いいじゃない、めっちゃいい。なんでその引いた人の好きな食べ物の中から一つをどこかに、まあ、前菜でもメインディッシュでもデザートでもいいので入れてください。はい、ルールは分かりましたかね。はい、はい、サントだったらめっちゃね、食べるだけでも最高。これがまずチームですね。あー、チームは、あ、いいですか。じゃあ私から、じゃあもう自分の目の前にあるこれ、じゃあこれで見えない、ね、あ、ありがとう。え、瀬川さん、せーのであげましょう。せーの、ポン。さんが、じゃあ今日は接待からです。みんなの料理を食べて審査をする。はい、わかりました。 A チームが、しなおさんと今村さん。いや、すごい。で、B チームがりすえさんと高尾さんに決定しました。使う食材を決めていきますね。ここにだから皆さん名前が書いてあるので、出た人の好きな食べ物の中から1つ選んでください。だから各チーム1枚。じゃあ、真ん中をいただきます。じゃあ、開いてください。お願いします。やったー、やったー。A チームが今村さんの好きな食べ物の中から一つ、はい、B チームは高尾さんの好きな食べ物の中から一つ入れてください。早速作ってほしいんですが、最後に今日のサンタさんからどんな気分でどんなものが食べたいかを。大事だ、大事だ。リベソルトは今日はなんかしょっぱいものが食べたい。しょっぱいもの、辛いものも食べたいです。じゃがいも料理が食べたいです。じゃがいも料理、じゃがいも料理、じゃがいも料理、苦手なのある？苦手なのはないです。辛いのもいける。あ、いけます。あ、戻った、リベに戻った。頑張っていきます。頑張ろう。ちなみに、まあ、そこのスーパーが一番何でもいいと思うのと、あと向かいに食器屋さんとかもあったので、まあ、なんかそういうおもてなし用みたいなこともありかなって、ちょっとなんかまあもしサンタさんに喜んでもらえそうなことがあれば、ぜひ工夫はいろいろ5,000円の中だったらしてもらえたらなと。一応勝ったチームにはクリスマスプレゼントが25日あたりに届くんじゃないかなと。え、これはサンタもですか？サンタさんは届ける側。嬉しいよ。じゃあよろしくお願いします。イエーイ、クッキー食べたい。これ、あー、あ、確かにポテト、ポテト、ポテト料理、いい、いい、ポテサラ、ポテサラのツリー、ツリー。でこれ作ろうと思っとったんよ。え、そしたらポテト料理って言ってたから。確かにポテト料理。サクランボとハスクダイスクのどっちかを使わなきゃいけなくて、サクランボの方が使いやすいよ。メインディッシュ何するの？え、どうしようする？今担当を決めて、前菜タンクをメインディッシュ作ってもらって、デザートはパパッと、でもドンってなんかインパクトある方がいい気がする。じゃあ行こうか。これはピーナッツ。あ、これで何か。ピーナッツで作ってもらって、あ、隣にした。置いたりとかはね。それ。これ計算した方がいい。確かに。え、でも確かにソースかけるっていうか、一回入れといて、オーバーしてもらったら、そこれついてるのか、今、おお。でも、あと出たっけ？いいか。うん。買って30円。で、一回さ、スイーツ考える。うん、それで、余ったやつ全部メインメインにして。チェリー、チェリー、もうあれじゃない？カフェとか、カフェとか。私の中の青はプリン、アラモードとか、パフェとか、うん、アイスの上に乗せたとか、こういう、え、すごい、すごい、このままいけるやん。まあ、悪いですね。でかい、ちっちゃい、でっかい、でっかい、おお、すごいよ。マカロンとかないか。確かに。皮パリパリにして。味は何にしよう。味か。
お皿とかコロッケしたら2000円って言うか、うん、めっちゃあるよ。プリンやらものめっちゃ可愛いお皿に入れたい。あと、え、塩コショウ系もないです。調味料、あ、調味料ない。これって塩コショウなんですかね。スパイス。はい、しょ。これは肉に食べたらめっちゃ。でもチキンはどうなんやろ。今村家はこれ。らしいです。じゃあこれにしましょう。これは？オッケー。え、おしゃれ。え、どうですか？値段的には。でもあと1500円ぐらいならいけます。どうしますか？え、これはもう多分戻るねって言われたんで、うん、多分帰ってて大丈夫だとは思います。じゃあ戻って待機をします、ね、はい、そうですね。はい、今からリネさんの好きな、マカロンを買いに行きます。あとクリスマスっぽい食器も見れたらいいなって思っております。ささっと買ってきます。買ってきました、マカロン、うん、食器がなくて。でもめっちゃ可愛いマカロンがありました。もうクリスマスです。これは。ジャガイモが好きなんだ。一個考えたのは、うん、ビーフシチュー。いいじゃん。ビーフシチュークリスマスっぽいし、多分美味しくできそうだし。ビーフシチューって人参入っちゃったね。星型とかにしたから。ああ、確かに可愛いね。ティレタン可愛いの好きだから。確かになんかそういう見た目も見栄えがいいの。え、でもポテト、ジャガイモ好きやったら、うん、ポテトサラダ。ああ、いいね。家でいつも作るんだけど。うんうん、そうなの、味が。じゃあ、前菜をポテトサラダに。デザートマカロンでいいじゃん。デザイアのもの使わないと。そう、ネギ。ネギか。ネギってどこか。ビーフシチューか、ネギか。うん。それからデザートでみかんを作るのがいい。あ、確かに。使うのもあり。まずまず。これ、レシピ調べながら行く？それとも大丈夫？はい。牛肉。でも一番大事だもんね。うん、一番大事。あ、シチュー。これにする？そっか。まあまああと4500円。お肉。お肉は大事よ。やっぱ肉は一番の主役だからね。って言ってて。肉だけ。結構時間じゃない？水スープベース具材を入れ込んだらもう。でもできるじゃん。できる。玉ねぎ。え？玉ねぎ。玉ねぎ。あ、玉ねぎ。玉ねぎ。ネギ入ってる。そのあそこに書いてあるのは玉ねぎも含むネギだ。そうです。あ私的にはそういう解釈でネギって書きました。じゃあ大丈夫です。ちゃんとひらがなにしたからね。玉ねぎのネギ。そういうことだったの？あ、そうそう。玉ねぎも大好きなんよ。ネギと人参とジャガイモ、そう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 、可愛いっていうか、ウサギちゃんみたいに、え、そうそうそう、なんかあの可愛くしよう、ハートとかね、なんか肩あるかな、ハートとか、ちっちゃい線あるよ、めっちゃ時短しようとしてるでしょ、しかも玉ねぎもあるよ、本当よ、ビーフシチューには何個いる？一個分入れたらいい、ポテサラってどんぐらい？ポテサラでも潰したりするには大変だよね、物がどこかわからない。前菜をまず買える、小エビのサーバーみたいな感じです。みかんサービス品だって。いいんだよ、ちっちゃくて可愛い。全然5000円はいってないよね。全然買えるよな。今どういう作戦ですか？前菜をレストランみたいに小エビのサラダみたいにして、メインディッシュをビーフシチュー、じゃがいも食べたいって言ったんで、デザートをミニパフェみたいな、うん、感じで考えてます。あ、めっちゃ可愛い。あ、これいいよ。ツリーみたいに。ツリーだ。これはツリーだ。しかもパプリカ食べたいって言ったよね。あ、さっき私パプリカ食べれるよって言ってた、うん、なんかわざわざ言ってきた。パプリカ食べれる。好きなんかドレッシングどうする？ドレッシングは買っていいと思う。何が好きなんだろう。やばい、リネさんイタリアンじゃない？本当かな。
いいと思うよ。時短時短。一番安いの。余裕はあるしね。カラフルもある。あ、うまい。あ、あとエビ。おお。これはちょっとね、やばい。一瞬でオーバーするけど。すごい、かい。お、美味しそう。違い？ピンクの可愛くない？確かにピンクがサラダっぽいよね。うん。でも2000円もいってるかいってないね。胡椒とかないですよね。はい。塩胡椒ですね。塩胡椒。あ、でも何用の塩胡椒ですか？これはお肉にかけて味付けます。肩ないかな。可愛くなるじゃん、人参が。可愛いよ。自分で包丁でやるまではやらないですね。確かにそれも無理か。でもちょっとさ、うん、ちょっと下手くそな欲しいみたいな。これカフェの上にこれつけたら、これつけて可愛いってなってるよね、うん、ユニシオン、うん、あ、あるこれとかも、あ、ほんとだ、これ美味しいよね、ユニシオン、なんかぽいよね。金額大丈夫ですか？え、大丈夫じゃないかな。え、多分大丈夫ですよ。5000円は絶対。これでさ、数え字に言ってさ、五千だやばいって言われたらもう、わーって。高尾さんのそんなシーンめちゃ多いんですよ。やばいよ。めちゃくちゃ多いんですよ。いや、そんなこと。もう、あっち買い物終わってそうです。やばい。ぶどうあったよ。あった。グレープでいい。元気がする。野菜買って。何かなるよ。いかいか。何かなる、これは。もう1500円。ワイングラスとお皿と、あと50分。あと50分。あ、なるほどなるほど。これはこれいいじゃん、これいいじゃん。あ、待って、サラダちょっとぽいような、なんかこれも終わりじゃない？いいと思うよ。かわいい。うん、1122円ですね。素晴らしい。やっぱ見た目が結構いいね。単純に大事。映えが好きですね。あ、じゃあ何作るんですかね。え、でもなんかクリスマスだからチキンがあり得る。魚屋さんだったらアジのあれお作りでもやろうかなと思ったけど、うん、なかった。ね、全然クリスマス関係ないけど。コビでいこうか。独占。そこの画面の君のメンズ。お付き合いも必要。最後間違えただけでしょ。ミシュラン5つ星ですね。皆さんこんにちは。ハロー。STU48 2期生のリネタンこといつもリネタよ。みんなどこ行っちゃったの？サーヤン、モモちゃん、ミチュさん、ソラハさん、スーパーに行っちゃいました。スーパーに行って、もう5、6時間、1時間、2時間、3時間、4時間、5時間とか、もう5、6時間もう待たされるらしいので、ちょっと、私が今からこの YouTube のチャンネルを占領したいと思います。なんかね、じゃあ今年あったことでもちょっと振り返ろうかな。もういいけども、やっぱり今日はサンタ、クリスマスじゃないですか。なので、クリスマスにちなんだ大喜利をね、ちょっと一発かましていきたいと思います。嬉しい！私、そう、目指すは地上バレエっていう、うつむりえの NNK チャンネルっていうチャンネルを、この YouTube STU ラボで持っていて、個人の企画があるんですけど、ちょっとね、やっぱり地上バレエを目指すには、ちょっとおもろ女じゃないといけないので、おもろ女だよって伝えるために、ちょっと大喜利をね、伝えていきたいと思います。テーマは、こんなサンタさんは嫌だ。それじゃあ、大喜利まで、キュビキャン！ひらめいた！めちゃくちゃでかい袋の中におもちゃが入ってると思ったら、ただ臭い空気を持ってきたサンタさん。たらいらたらいらー！ドゥドゥルル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 ルピカーン！こんなサンタさんは嫌だ。どんなサンタさん？クリスマスが終わったらトナカイのこと鹿鍋にして食べちゃうサンタさん。キャー！はい。じゃあ3個目、3つ目か、
こんなサンタさんは嫌だ。どんなサンタさん？プレゼント渡して子供の喜ぶ姿が好きと言っているけど、実際はプレゼントを渡す自分が大好きな承認欲求の塊のサンタさん。はい、ってな感じで大喜利は終わり。もう頭の中がパンクしちゃいそうなのでやめておきます。ちょっとね、なんか帰ってきました。そらはさんが帰ってきました。そらはてんさんが何してんの？一人で YouTuber をやっておりました。みちさんも、みちさんはね、今ね、違う買い出しに行ってくれてるの。みちさんはちょっとサンタクロースになったみたいです。買ってきてよ、リネさん。やったー、楽しみにしててください。楽しみにしてます。ではリネチューブ終わり。バイバーイ。あと、X 各 Twitter と Instagram もやってるね。フォローお願いします。